マッソスポンデリルスにおける全眼下窓と頭骨のその他の穴の関係前、眼下窓は眼下の前方に存在する頭骨の穴である。ある種の主流類では穴が塞がったもののくぼみとしてその場に存在し、全眼下下と呼ばれる構造に変化したものもいる。この頭骨の特徴は主流類に大きく関連し、三畳期に初めて出現した。 原生の主流類及び鳥類には、全眼科窓が存在する一方、ワニメでは失われている。ワニメが全眼科窓を失ったことは、光合力を要する構造と接触の仕草に関連すると考えられている。全眼科窓は隣接する美角と繋がった副鼻空を持つ。ワニメでは、全眼科窓が骨の壁で覆われているが、全眼科道は残っている。獣脚類の恐竜では、 全眼科窓は頭骨における最大の開口部となっている。体系的には、全眼科窓の存在は、系統群として、テタヌラ類を形成する共有派生形質であると考えられている。対照的に、大多数の長万類の恐竜では、全眼科窓は、耐火傾向にあり閉塞していることすらある。全眼科窓が消失している例としては、ハドロサウルス科やプロトケラトプス属などがあり、 特にプロトケラトプスはこの閉じた全眼科窓という形質により他の角流類から区別される。全眼科窓の役割には諸説あり、側頭窓と同様に筋肉の付着部を提供して、後方力の向上に寄与した説、物体を噛む際に生じる応力に対する耐久性を高めて頭蓋骨を強化した説、機能システムの一部として空気を入れて、 呼吸に関与した説が提唱されている。ありがとうございます。